相手を引き込んでから相手がディフェンスが揃う前に攻め切れるかどうかもそうですし、そこ基準にってことは目指すかもしれないですね。はい、ペイショットは身長190センチのセンターフォワード。今前半スタートです。まずは湘南、ボールをつなごうという構え。右サイド鈴木優斗、鈴木明人、ルキアン、前向く、倒れた、ノーホイッスル。最後これも倒れましたが、これもノーファウルです。ここはルキアンのシーンですよね。まあ、ペナ内で少しルキアンがうまくターンしたところをリガルド・グラスさんの手が、まあ、そちらがファウルないとすれば次はキム・ミンテとペイショットのところですからね。ここはオンフィールドレビューを行います。さあ判定はどうか。PK、最初の PK ですね。まず湘南のルキアのところということですね、はい、湘南 PK です。グラッサのファール、レッドカード、一発レッド、グラッサにレッドカードですということですよね、ここに関しては引っ張りながらこう倒してしまったということでレッドカードの対象。ルキアーン決めていきました。湘南先制、落ち着いた PK、 今シーズン9ゴール目、冷静でした。田中聡が立っているあたりなのか、旗が立っているところなのかということは見ものですね。バラダ中央へヘリング、クロスバー走っていく。ここはノーフィスル、高橋、高橋シュートだー。最後は池田、湘南追加点。中央割っていって最後はパスを受けた池田。鈴木俊介、旗、横パスからワンツー、シュートだー。ルキアンのゴール、湘南3点目。左で崩して最後はルキアン。さあ湘南、バルカ浮かせてファーサイド、ヘリングシュート、崩した、もう一度、これもクリアです。ペイショットフリック、ジャミン挟む湘南、前線へ。今前半終了です。3対0、湘南が3点リードして試合を折り返します。別府さんとお送りをしていますけれども、前半振り返っていかがでしょうか。3対0湘南リード。試合が後半です。1人少ない岩田のキックオフ、まずは長いボールを送ります。岩田の新田の右足、中央へセカンドボール、池田からバルダ、ニア、浮いたボール、キーパー跳ね返る、詰める、押し込んだ湘南4点目。決めたのはルキアン、ルキアンハットトリック。最後のところね、少し難しい、憶測という部分では難しかったと思うんですよね。入ったのは根本、吉田は J1 デビューです。吉田新太狙います。狙いましたね、枠には行ってました、うん、その吉田が左のウィングバックで、前線には根本、福田、クロスボール合わせる、決まった、ニアで決めた根本。根本は J1 初ゴール、復帰、公式戦3試合目、嬉しい。今長いホイッス、試合終了。重要な6ポインター、なんと5対0、湘南大勝です。今シーズン初のリーグ戦連勝、そして